仲介手数料が60倍。激安リゾマンの終焉。その実態を暴きます。こんにちは。湯沢町と共に生きる雪山大好き内科部チャンネルです。世間では全く話題になっていませんが、湯沢町にとっては今後を左右する。とても重大な変化が起きてますので、皆さんにも知っていただきたくございます。このチャンネルを登録しておけば、湯沢町の今の状況が丸わかり、リゾマンに興味ない人にも役立つので、どうぞ最後までご覧になってください。また、みんなの感想や気になったことは、どしどしコメントしていってください。はじめに衝撃的な事実を伝えると、とある法改正により、2ヶ月以内に、湯沢の激安リゾマンは姿を消します。まずはその原因となる法改正の内容について以下、要約しました。国土交通省は、空き家の流通を促進することを目的とし、2024年7月1日に宅地建物取引業者の報酬規定を改正、空き家売買用の特例を、物件価格が800万円以下の物件まで拡大しました。報酬の上限を原則を超えた33万円に引き上げる、買い主からも最大33万円の報酬を受け取れるようにする、賃貸用の空き家に対する報酬特例を創設する。改正により宅地建物取引業者が空き家ビジネスに積極的に参加することを促すことを期待。また不動産売買の仲介手数料の相場は売買代金の約 3% ですが、物件価格が800万円以下の場合は状態に関係なく最大30万円を受け取れるようになりました。不動産売買の促進を目的としてますが、湯沢の激安リゾマンに影響しまくりで、今回の法改正で湯沢リゾマンに起きる3つの具体的な問題点をお伝えします。1つ目の問題点、物件購入の仲介手数料が最大60倍に。60倍とかおかしいって思うでしょ。これマジなので詳しく説明します。法改正により激安物件の仲介手数料は値上げしていいということになったため、湯沢町の主要な不動産屋たちはこの改正により手数料を引き上げます。800万円以下の物件の仲介手数料は一律33万円を請求すると言ってます。例えば10万円物件の西部ビラでは5500円から33万円への値上げ、つまり今までの60倍の手数料となり、物件価格を上回る異常事態になります。これまでの手数料5500円というのはさすがに安すぎだとは思いますが、物件価格以上の仲介手数料を取るってさすがにそれは倫理観的にどうなの。今回の法改正は上限を33万円とするということですが、あくまで上限値です。全部が全部上限値を設定するって経営のためといえど、さすがにやりすぎでは。今回一例に出した西部ビラはもともと10万円でも総額は35万でしたが、仲介料増額により総額の物件購入費はおよそ2倍の約70万円になりました。さすがにこれはどうかと思いました。皆さんはどう思いますか。ということで一つ目の問題点でした。二つ目の問題点、リゾマン売る側も手数料が数倍に。一つ目の問題点は買う人視点でしたが、売りたい人も高額な手数料になります。具体的には契約時一律で33万円の仲介手数料を払うことになります。つまり買いたい人、売りたい人、両方から33万円を取るということです。今まではリゾマンを売りたい人は物件価格の 5% プラス特別営業費などで
激安物件で高くて十数万ほどでしたが、それが一律33万の手数料になります。つまり物件を10万円で売り出すと23万円の赤字が確実に発生します。これまでは最悪10万円で売れたら手数料トントンで実質0円でしたが、こうなると以前お話しした悪徳業者に売ってしまうオーナーも出てきそう。そのあたりの辻褄を合わせるために今後のリゾートマンション最低価格は、内家具チャンネルの予想では10万から30万になると考えてます。つまり格安リゾマンとして売られてる西武ビラも現在の最低価格10万から、今後は最低ボーダー価格が30万円になるんじゃないかと考えられます。文字通りタダでも売れない物件がもっと売れない事態になりそうです。今回の法改正は報酬の引き上げにより新規参入の不動産屋を増やしたいとか、そんな公言を掲げて施行されましたが、湯沢町には本当にメリットがあるの？皆さんはどう思ったかコメント欄にぜひ書き込んでいってください。ということで2つ目の問題点でした。3つ目の問題点、2つの理由により物件価格が数倍に。1つ目の問題点と2つ目の問題点で両者から手数料33万円を取るという66万円相当の実質的な値上げにより、今後の湯沢リゾートマンション価格は最低100万円になると予想されます。ある意味激安リゾートマンションという釣りタイトルの影響により、良くも悪くも移住先や別荘地として注目されている湯沢町ですが、今回の不動産の仲介手数料増額によりその状況も一変されることでしょう。表面的には湯沢リゾートマンションが人気再燃により3倍に高騰しましたとかいうニュースが流れるかもですが、手数料の増加分が反映されただけで、本質的には物件価値は変わっておらず、リゾマンオーナーは手放しに喜べない。不動産仲介業者としてはある意味バブル転換期になるかもしれませんが、これから買いたい人や既存オーナーは相場変動に悩まされることになります。今回の法改正によりマンション売買は活性化するのか不活性化するのか、不動産業界も賛否両論あるようですが、少なくとも湯沢町にとっては今のところ、エンゼルや湯沢商事の動きを見るにマイナスの側面が大きいと思われます。長期的に見れば不動産売買の活発化で本質的価値も上がるかもしれませんが、湯沢リゾマン住民として心苦しいけど、現状からはこういうしかありません。今湯沢の激安物件を買うというのはちょっと待った方がいいと思います。不動産業界の一方的な改革によって相場感がかなり変わってしまいました。物件によっては購入費用が今までの3倍以上も変動してくるでしょう。欲しい人にとっては数十万円の差なら誤差と取れる人もいると思いますが、湯沢で激安リゾートマンション探そうと思っている人には明らかに悲報です。逆に既存オーナーが今から売るにも売却益が数十万円も減ってしまいます。100万円以下のリゾマンにとっては大きな問題になることは間違いないです。内家具も購入時お世話になったので不動産屋を批判するつもりはないけど、もう少し湯沢町やオーナーに配慮して価格改正すべきだったと思いますよ。さすがに物件相場を倍以上も変えたら不当な価格操作と思われても仕方ない。皆さんのご意見もコメント欄でどしどし聞かせてください。ということで
突如湯沢に訪れた法改正の闇についてお伝えしました。他にも伝えたいことたくさんありますが、それはまた次回にしておきます。このチャンネルを登録しておけば、湯沢町の今の状況が丸わかり。また状況が変わり次第お伝えします。次回の配信をお待ちしていてください。言いたいことも言えない世の中じゃ、ポイズン。